今回のお散歩旅は番外編。試合前の未公開オフショットや栃木県も飛び出して撮影してきたよ。皆さん最後まで見てください。栃木お散歩旅。ちょっとだけナレーション失礼します。8月の足利はですね、こう試合前にすごい時間あったんで釣り堀に来たんです。この後めちゃくちゃ土砂降りになって、こうあリング大丈夫かなみたいな感じで、あの会場にいる選手とこう連絡を取っていたんですけど、全く繋がらなくてですね、それでインスタを開いたら自分らまだ釣りしてるのに、あの第一試合が始まってるっていうね、事件がありましたね。あ、ちょっとここで CM です。その名も高踏みパトロール。この番組は栃木プロレスとがお送りいたします。これ見せてください。18号に蹴られた時のベジータ。なんと栃木じゃないですね、今日は、はい、千葉県多古町に来てます。全然栃木お散歩旅じゃないですね。まあ多古町編です。多古町編ですね。いえいえ、ちょっと回っていきましょう。いや試合まで時間あるんでね。トゥクトゥク初めて乗ります。星野さんかと思った。え、これ予約制ですか。わかんないです。トゥクトゥク待ちですか。これ待ち乗れるんですか。え、すげえ。すげえ。これはどこまで行くんですかね。道の駅のところですね。道の駅、すげえ、初トゥクトゥクですね。すげえ。うおー。うおー。トゥクトゥク。うおートゥクトゥク。速い。うわー。怖い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 。いやーいいなー。気持ちいいですね、風ダイレクト。日本で1台しかないんだよ、この車両は。そうですか。ターボついてて、はい、普通の車両はターボついてないんですよ。いやこの田舎がめっちゃいいな。空気が美味しいし、クソ速い。超速い。これ車って窓ないとこんな怖いんですね。いや確かに確かに、はい、うわー風気持ちいい。いやこれいいっすね。いやなんか逆になんか工場のプロレスの工場とかがあれば俺参加持ってきますよ。本当ですか。え、これって高速は走れるんですよね。走れます。走れる。走れるんですか。すげー。すごい。うわーすげー。初めて見るいいですね。これから
ので。そうっすよね、はい、はい、Uターンです。Uターンまあでも乗れただけでね、はい、いいですね。トゥクトゥクといえば、トゥクトゥクといえば、トゥクトゥクといえば北村翔です。そちらディザビリーランドより早いっすね。やばい、髪の毛飛んでいく。髪の毛飛んでっちゃう。つかもうぜ、ドラゴンボール。自分を爆発させる。溶けた氷の中に恐竜がいた。甘い尻尾みたいね。あベジータ。貴様がナンバーワンだ。4連戦無事終わりました。成田に帰ってきた。ここから栃木帰ります。お疲れ様です。長い4連戦だった。すいません、ベジータさんですか。いや、昨日マジでそうなったんですよ。本当ですか。皆さん、4連戦終わりましたね。あ、終わりましたよ。終わりましたよって言います。ボロボロですね。帰り道、サービスエリア寄ってきます。やばい、ベジータみたいな髪型になってる。あ、俺がさ、直った。すごい。何がですか。これもらってですか。ダメです、ダメです、ダメです。誰か確定です。何がですか。V字には言えない。はい、かりんとうまんじゅうの栗入り、これ絶対うまいっす。かりんとうってなんすか。カリントカリントって何ですか。カリントの正体、そういえば俺も知らないっすね。実はお菓子とかじゃないですか。お菓子ですよ。でも本当にカリントとか黒糖とか自分苦手なんですよ。あ、そうなんですか。本当そうなんです。昔、はい、あのチョコビでなんか沖縄コラボみたいな青いチョコビが、ね、小学校知らずに買って食べたら、はい、サトウキビ。あ、サトウキビ何つうの。なんか黒糖味、もうそれが黒糖苦手でした。今日は五大っ子フェスタ。なんで泣いてるんですか。大恋愛が良かったっす。大恋愛良かったっすね。ほらもう砂がある、砂本当にこう。大恋愛再現やめてください。いや、こう、こう、こう、戸田恵梨香がシューってなんか下からこうね、ムロツヨシがこうやって、はい、ちょっと硬い顔で。なんかめっちゃ肌綺麗ですね。あー、マジっすか。髭剃った感じです。あー、もうほら。あ、やばい、海に見えてきた。浜辺に見えてきました。浜辺丸太探せ、丸太なの。浜辺から一番遠い県ですけど。海ないっすよね。海ないんで。海全然海ないからな。いや、ちょっと小学校で今日試合ということで、鉄棒がありますよ。そうですよ。懐かしすぎるでしょ。いやー、懐かしい。鉄棒、逆上がり、はい、どうできます。できますよ。
じゃあどの高さまで逆上がりできるか対決しましょう。ロペちょっと高いか。あ、手そっちなんですね。そどっちも行きますよ。お、逆上がり、逆上がり選手権。いやうわ、いや、できてない。あ、できてない。できてないじゃん。できてないじゃないですか。できてないじゃないですか。やばい。いや、大人になったらできなくなるもんなんですかね。できます。できますか。今のは練習。ジョーク。ジョークか。北村のジョーク。北村のジョーク。やっぱ坂手が一番。いや、ちっちゃい頃できなかったんですよ。いや、俺もできなかったっす。なんか急に中学校か、はい。ぐらいの時に、はい、なんか急にできるようになっちゃったんですか。あ、なんですかね、体の使い方分かったのか、まあ、筋量とかですかね、腕の引く力とか。いや、体の使い方分かったんだ。使い方っすか。じゃあやっやったできてないってちょっと北村ファンが見てますよ。いや、できるんだよ、本当は本当はできるんだよ。いや、何年ぶりだろう。いきます。よいし、よいしょ、やったできた。いやこれはこの高さはできるよ。いやじゃあわかりました。じゃあ、はい、はい、ラスチャレですよ。3度目の正直。3度目の正直。2度あることは3度ある。やばいやばいやばい。もっと、ね、近くで蹴ればいい。はい、いきますよ。はい、いや、来た。オッケー。素晴らしい。素晴らしい。いや、いいって。浜辺いいって。戸田恵梨香が良かったな。戸田恵梨香。これはちょっとロープより高いですね。ピッ。あ、でも結構高い。いやーやばい、頑張れ頑張れ。いくぞ、見てみましょう。やるよ。ちびっこの力がな、俺の力なんだろう。あれ見たけ。よっしゃよっしゃ、戻れる、いける。オーケー。戻って、やれやれ、素晴らしい、素晴らしい。はいはい。からぐるっていけば。できない、大車輪。大車輪、できる。逆。できない、できない、できない。できない、できない。いきます。よし。いきました。余裕。オッケー。余裕そうだね。これは余裕だ。え、じゃあ、いや。じゃあ、見てるわけ。これはもう。これは失敗期待。いや。いやー、こっちの方が余裕ってどういうことっすか。やってやるよ。もう行っちゃう、もう行っちゃう、もう行っちゃって。いや、全然いけるいける、ほら。いいよこれ。さっき余裕だった、余裕じゃなかった。いきます。多分これがちょうどいいかもしれない。いやー、危ねー。いってー。いってレオさんも痛い、痛いですね。痛い。で、北原さんラスト。これ、これすごいっすよ。失敗したい。いや、これ。これすごいよ、これ。失敗したい。だって、その建物と高さ変わんないもん。え、だって10メートル高いっすよ。うん。はいはい、無理無理。はいはい。いや、これいけそう、はい、逆に。逆にっすか。無理だ。逆に飛べるから。うん、いや、無理です。え、行ったらどうすんの。ロープ越えじゃない。いや、もうロープなんてあそこの時点で、最初の時点でロープっていう。いい地さ、よっしゃ。はい。いやー、おー、頑張れ。いやー、もう一回。失敗失敗したよ。最高。引き寄せて、はい、引き寄せて、引き寄せる。いやほらほらほら、うわー、オーケー。素晴らしい。どうする？じゃあ俺反動なしでいきますね。ぶら下がった状態からいきます。マジっすか。よし、いや無理せ、行きたい。ほら
もう無理でしょ。今のカット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 嘘嘘カット。いやいやいや、どうしようります。動画なんで。動画出ますよ。いや、すごいよ。多分入ってると思う。え？入ってるの？さあ、レオ様の挑戦。よいしょ。よいしょ。いや。お。できた。まだ意外とできるわ。意外と手こずった高さ。え？今日はプロレスこけら落とし栃木プロレス宇都宮ライトキューブ大会、今ねリング設営など終わって、これから試合に向けてどんどん準備していきます。たくさん人来るといいな。すげえいい天気だわ。いいね、この生まれ育った宇都宮栃木県でプロレスこけら落としができること、すごくない？この机の数すごくない？すごく嬉しく思います。2日間ね、今日こけら落とし、宇都宮ライトキューブ、明日は二荒山神社っていう、2日間、なんか動画とか撮れる機会あったら Vlog 的な感じでね、日常動画を撮っていきたいと思います。しばらく帰ってこなかった。何か言われたら Vlog です。商品紹介してください。北野さんにプレゼント入れときました。コスチュームの中に。うわっ北野飲む。ちょっと飲んでみてください。飲んだことあります？あのアイスで食ったっすね。あ、そうっすね。栃木県が全員大好きな牛乳です。好き嫌いあるでしょ。うん、お、いい。これは美味しかったやつですね。駆けつけ一杯早飲む、おかしいでしょ。あ、僕は、うん、僕好きっすわ。おお。これで北村さんも、はい、栃木県民です。いや、一応もうね、2年、約2年前からもう住所変更してるから栃木県民なんですよ。そうですね。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。二荒山神社の入場、どっから入場しようか探しています。やばいね、階段がきつい。なんで朝こんな疲れる？ただ座ってるから鼻炎薬飲まないと。確かに花粉症、今日やばす、花粉症取ってた感じですよ。今日はやばすぎますね。桜とかも咲いて、うわっ、高っ、ちょっと高さに言いました。いや、マジで高いですね。次っ子は橋田くんの考えから、次っ子ブラックスだ。準備もまあそこそこ終わって、はい、ちょっと栃プロ名物のこのキッチンカーちょっと食べていきません？試合前に。じゃあ中尾があるから中尾行きます。中尾じゃないでしょ、みんな応援してくれてる方たちなんでね、はい、ちょっと人ちょっと食べていきましょう。はい、一商品ずつ交互に。いいの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 いましたね。佐藤さん、佐藤さん、そう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 、あなたあなた、佐藤さんや、佐藤さんやね。ビオ様がケーキに乗る。いや、出てくださいよ。なんでですか。はい、まず1軒目。じゃあ、昭和さん、唐揚げ食べましょう。唐揚げ、ありがとうございます。唐揚げ、唐揚げ3個ください。日光醤油唐揚げ、昭和さん、唐揚げ買いましょう。うまそう、いい匂い。さあ、昭和さんの唐揚げ、はい、来ました。焼きそばやってなかったな。焼きそばはこれからっすかね。食べてくださいよ。いや、先にレオさんと行ってください。いいっすか。いただきます。でけえ。
見てよ最高。試合前に写真撮ってるコムドットの山で見てるところですか。いただきます。 YouTube 撮影してます。うまっ。うまそう。いやもう匂いがうまいもんな。ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。川のうまいところ。栃木県にも何店舗かありますよね。オリオン通りにも昭和さん。ああ、確かに。うめえ。おすすめですよ。あ、はい、はい。カレー焼きそば食べます。え、じゃあ俺カレー焼きそば行きたい。おー、いいっすよ。はい、まだ焼けてないんだ。まだ早かった。まだ早かったっすね。はい、早かった。おはようございます。いけんわ。はい、今日も頑張ってください。聞きたことなんか言いたかったらしいっす。はい、何も言えない。今日は絶対勝ってね。今日は勝ちます。勝てなかったらパンチする。あー、パンチ。リオ様にかかってるよ。頑張って、リオ様。頑張って、頑張ります。リオ様頑張って、勝ってよ。勝ちます。リオ様勝ってよ。まだまだです。今がある。まだみんな、みんないないですね。まだみんな準備中なんですよ。準備中でした。ちょっと時間あれば来たいんですけどね。とりあえず今回は日光の日光昭和さん、昭和さん、はい、昭和さんのめちゃくちゃ美味しかったです。デビューさせていただきました、ね。はい、でこんなにね、毎回栃木プロレスには、はい、どうぞ。入りましたみたいな。入りました。コペパン、コペパンいただきます。入りました。コペパン、ちょっとじゃあここで一口いただきます。俺卵サンド。あ、どっちですか。自分、あ、好きな方でいい。え、他に頼むの。え、すげえ。はい、卵サンドいただきます。もうお腹すいてた。すごい。いただきます。あんバター、なんだっけ、あんバター入りポイント。今回生地が結構特徴で、はい、ふわふわな感じで、ふわふわ、すごい。これもう2週目で、今度まあ今日焼きそばパンが今週出てて、来週も 2商品だ、5アイテム。へえ、みんなこれ美味しいよ。食べた。うん、後で買って。めっちゃうまいこれ。ちびっこに買うように。最初お父さんお母さんね。本当ですか。焼き芋、焼き芋あります。蜜たっぷりなんで。え、最高ね。すいません、ありがとうございます。うわ、中に使えない。カメラに見せるように。カメラに。めっちゃ嬉しい、もらっちゃいました。月島です。月そばさん。月島です。月そば。月島。月島。月島さん、もらっちゃいました。めっちゃ蜜が入っとる。待て待て待て、これやばいかもしんない。あ、うん、こんなの絶対うまいじゃないですか。いただきます。リンゴとかならわかるけど、スマイモにもある。あんま。え、なんか入れてるんですか。どうやなんでこんな蜜が入ってるの。芋の蜜、芋がもともと蓄えてる蜜です。そもそも芋に蜜があるって分かんなかった。知らなかったです。本当ですか。はい、芋には蜜がたくさん入ってます。芋の蜜を。わあ、すげえ。すげえ。多分こっち絞れる。お、本当だ、すごい。ここら辺とか出てきてますね。すごい。いただきます。だってうちの特徴は溶けてないです。ああ。芋は芋も好きなんですよね。一旦これ持ち帰りしましょう。はい、一旦持ち帰り。
でまだこれからまた、そうですね、うん、お店ができるんで。じゃあ月島さんでしたね。はい、まあ、美味しかったです。はい、はい、今回から月島で、月島さん、はい、鉄板焼き月島ちょっとあのいいですか。ありがとうございます。はい、これカレー焼きそばめっちゃ食いたかった。後で食べます。年子漬けが一番気になる。年子漬けって何ですか。自家製の。ああ、お父様の名前なんですよ、年子。自分の母親も年子って名前なんです。それであれと思って北村年子漬け。いやそしたら別の年子漬けになっちゃう。あのもう施術受けてる方がいらっしゃるので。ちょっと聞いてちょっと待って。何でしょうね。試合前に受けたいっすね。これ試合後でも。試合前なんか体めっちゃ動き良くなってきたって。あっ、お待たせしました。お待たせしました。いや、車でこんな癒し空間が出せるかっていうぐらい、すんごい綺麗な車なんで。ちょっと受けたいですね、これはね。はい、ありがとうございます。昭和さん、さっき食べさせていただきました。あ、ありがとうございます。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。で、宇都宮焼きそば、お願いします。はい、松崎屋製麺所、これは毎回来てる、この酒場、はい、はいはい、あ見せ番してます、見せ番、見せ番です、見せ番です、はい、プロ酒場ではね、いろんな飲み物、はい、とお菓子、あとファンクラブ会員の方はお好きなドリンクいっぱいサービスなんです。皆さんファンクラブ入りましょう。はい、なんと僕の、ね、イラストを貼ってくれてますよ、ここに。あ、田村先生、田村先生、僕の目の中には星はないんだけどね。ハイボールだったり、レモンサワー、ハイボール、ラムビール、ジビジョーチュー、ジビジョーチュー、みんなで美味しいお酒を飲みながらね、試合を観戦していただきたいですね。はい、